こんにちは、ガジナタマです。今日の話はキャヌレを作る。はい、行きましょう。キャヌレ作るために何がいりますか？牛乳、グラニュー糖、砂糖ね、卵、バニラエッセンスかバニラオイル、卵、強力粉、薄力粉、バター、これね、なんというわからないですけど、キャヌレの形のためにCC 牛乳を鍋に入れて、35g バターを入れて、はい、36g でもいいよ。温めて60度ぐらいがいるから弱くしてください。ボウルに卵を3個入れて、そして薄力粉を 80g を入れて、あとは強力粉を 27g を入れて、 27? なんで 27? グラニュー糖約 50g を入れて、膨らまないために混ぜてください。大切です。頑張ってください。グルテンが出ないのに。牛乳バターを入れる前に温度を気をつけてください。60度ぐらいが大切ですから、温度計があったら使ってください。温度計がなかったら指でチェックしてください。気をつけてください。少しずつボウルに入れてゆっくりで混ぜてください。できれば泡しないのがいいです。ラムとバニラエッセンスかバニラオイルを入れてください。また混ぜて、そしてザルを使ってください。
ラップをくっつけて冷蔵庫に12時間を入れてください。残念ですね、今日食べると思ってたけど明日までに待たなければいけないな。次の日です。冷蔵庫から出して1時間を待って室温のためにオーブンを準備します。220度を温めます。待ちながらバターを塗ります。カヌレのペーストを入れます。オーブンのドアを開けるとき温度が下がるから温めるとき220度しました。でも本当は約は200度です。60分です。今日終わりです。質問があったらどうぞ。いつも下手くそな日本語すいません。頑張ります。ビデオを見てくれてありがとうございます。チャンネル登録したら嬉しいです。またよろしくお願いします。